はい、皆さん、毎度もお世話になさんです。まるとも、あぶちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、心霊筋トレとして1年ぶりぐらいの日の川ダムに来ております。やっぱね、普段貧弱な生活をしているあぶちゃんに今日は鍛えていってもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。よーでね、今回はね、またウェイトベストをあぶちゃんにつけてもらおうと思ってるんですけども、普段僕が使ってる12キロだとですね、多分肩が取れるので、あぶちゃんにはですね、何個、1個1キロの重りをどれだけ減らすか、ちょっと聞いてみたいと思います。何個減らす？半分いいですか？半分はいかんだろ。4! 100歩譲ろう。じゃあ4つ抜いて8キロでやってもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、息の握力測定行ってみたいと思います。はい、行きます。お願いします。え、マジでそんな力入ってる？54.1。でも結構いってるわ。おお、これがどれだけ上がるか、はい、ちょっと楽しみに見ていきたいと思います。頑張ります。じゃあ行きましょう。今ね、ちょっと雨から避難してたらすんごい気持ち悪い絵が出てきてなんかこれ女性となんかマネキンみたいなのがくっついてる、繋がってるな。しかもライトも何もつけずに真っ暗な中歩いててこれが出たんで、なんかいるんでしょうね。これ何かあるな、これ怖いよね。キモいキモいとか言う。これ AI のやつって本当に謎でさ、明るくしないと映らんのかなと思ったら真っ暗で出たもんね。ですね。不思議だわ。前回はここをぐるーっとお回りで回ったんですけど、ちょうどですね、中間地点ぐらいに神社があったので、そこの神社で今日は一人検証してもらおうと思ってます。まずはちょっと探索してみてって感じかな。でもやっぱ立派だよね。すごい。かっこいいですね。うん、これね、カメラには全然絶対映らない。もうライト照らそうかなんだか無理。なんだけど、やっぱダムってね、でかいから。あれ一周回ろうと思ったら肩外れるんですよ。無理。お。うわぁ。え、ここガチじゃん。ガチなやつ出ちゃったじゃん。ガチじゃない。なんかこの辺漂ってきてるのかな。ね、まあ、霧は出てるんだよ、確かに。その霧を映したところでこれはそうできない。AI なかなかすごいことするな。なんか今聞こえなかった。管理長は今電気消えてる。なんか聞こえた。鳥とかカエルじゃなくて、もっと、ほら、おっちゃん。おっちゃん？おっちゃん。あ、うん。ダメか。今日ダメ？うん。気によるでね、同じ場所でも。前回全然大丈夫だったところとかで、気によって、ああ、すごい気持ち悪いなって時もあるかな。これはなかなか。ちょっとライトあっち向けてくれ。誰もいない。なんか聞こえました？これいいわ。言うと嫌になりそう。絶対歩いてた。さっきのおっさんかな。わからん。いや、どう見ても人いないの。いないですよね。いるならなんかライト持ってるから、はい、いないのよ。ってことは今何かを感じたところですね。はい、すいません、めまいしてますし今。あ、ダム近づいてきたね。ここからも映るんじゃない？ダムもちょっと近づいてみます。近づかないけどな。
近づいてみます？近づかないけどな近づいてみます？近づかないけどな。前回はね、あのダムこうやってずっとぐるっと回ってって感じだったから、今回はね、もうすぐそこに鳥居が見えるけど、ほんとだほんと、ここにね、水神様を祀っている神社がある。水神様、ま、ダムだちょっとね、もうカメラにも映ってきてると思うんですけど、あこの神社でですね、今日は検証していこうかなと思ってます。なんか雰囲気がなかなかすごいな。こちらでちょっと準備して一人検証をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、準備の方できましたので、アブちゃんに一人検証してもらいたいと思います。ちょっとあまり慣れてないので、何かあっちゃいけないもんですから、僕らはですね、ちょっと神社の境内の外く待っておりますので、なかったらちょっと叫んで助けに来る、助けてください、あの車にダッシュしてくる、はい、じゃあ、頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まってしまいました。これですよ。まあ怖いな。じゃあ早速アプリをね、立ち上げてみたいと思います。こんばんは。突然お邪魔してすみません。御助のアブちゃんと申します。どなたかいらっしゃいますでしょうか。もしよろしければ少しお話ししていただきたいのですが。今日私に持ってきてください。それを私に持ってきてくださいって、これここかな、入ってるかな。それを私に持ってきてください。何をお持ちすればよろしいのでしょうか。ベスト、これちょっと反応が薄いのでスピボにしましょう。おなじみのスピボを振ってきます。いきなりなんか、こんばんは、どなたかいらっしゃいますか。よろしければ少しお話いただけないでしょうか。お、ええー、なーって言ってる。お話ししてくれるってことでいいんですかね。あ、もう一度いいでしょうか。お話できませんでしょうか。入りそうなんだよな、なんか。何か一言いただけると嬉しいんですけれども。なんか言ってるな。俺？ここは人が結構来ますか？
騒いでる。もう少しいただけないでしょうか。ダメやな。こっちもつけとこう。いやーって。どういたしまして。くそ。どういたします。うん。わからん。まだもう少し質問してもいいですか？ちょっとこっち来てみるか。どういたしましてということですが、どういうことでしょうか。あの意識してるとあれだね。何もです。ゴーって言ってる。この音は何ですか。私は立ち往生しています。私は立ち往生してる。ここで何をされたんですか。私も立ち往生してます今。反応ないですね。ではそろそろお時間になりましたので、一人検証この辺で終了したいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった。もうね、これとにかくこれきついよね。意外とパッと見わかんないけどきついでしょ。きついです。一人検証の時もね、うん、こっちと手がプル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 ってなぜかやっぱ肩で、ね、持ってかれかけてるね、これ、うん、多分肩取れてる。探さなかった、帰りにね。一回ちょっと探してから帰ったの。どんな感じだった。そうですね、まあ、建物自体がちょっと雰囲気のある感じ、うん、だったんで、ちょっと歩道自体は小さいけどね、はい、うん、怖い感じでしたね、最初で。スピボーはね、反応はちょこちょこあるんですけど、ほんと短くちっちゃいみたいなのがポツ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 聞こえて、ちょっとうまく聞き取れなかったかなっていうのが、うん、前回来た時はかなりスピボー喋ってたんだけどな、やっぱ場所なのかね、うん、あとこの霧とかも影響してるんですかね。ああ、それもあるかもしれないね。 あっちはどうだった。 SLS は SLS はですね、私はここに立ちすくんでます。立ちすくむ、私もですけどと思って一緒ですねっていう。あ、困っちゃったよね二人して困ってる分にはいいと思う。なんかほら攻撃的な言葉とかも出る、ね、ああじゃなかったんだったらね、はい、うん、まあ、あとはね、ちゃんとサロンパス貼って、はい、明日に備えようね。多分確実に筋肉痛だ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それじゃあですね、締めの握力測定行ってみてもらいたいと思います。はい、増えてるかな、どうだろうね。いきます、せーの、よいしょ。
お、増えてる。56.9。2ぐらい増えた。よっと。まあ、明日肩ないけどな。肩と引き換えに。肩の引き換えに。引き換え券だ。おめでとうございます。ありがとうございます。無事、増えました。今後もウェイト背負って頑張ってください。動画の方ですね、何か映ってたよとか、何か聞こえたよということがありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。むきではまた次回お会いいたしましょう。またね。またね。